まあ、前回、リーグ優勝したときはこのスタジアムだったんで、ぜひ実力を上げしてもらいたいなと念願に叶いました。すごい難しい試合だったんですけども、やはり選手の強さ、成長というのを感じて、やはりこの勝つことができて、そしてこのさん、集まっていただいた皆さんの前で見れて、すごく幸せな気分です。最後はオリコン中心にフリックしたくて、このボールだったり、つないでという野球が、本当に強烈なゲームだったんじゃないかなと思います。そうですね、中村もどんどん行かなきゃいけないですね。ピッチャーもちろんですけども、そこをしっかりリードしたね、我慢強い中村も非常に大きく成長したと思います。挑戦権を得たわけですから、必ずこれを持って帰りたいと思います。必ず用意します。日本全国のスワローズファンの皆さんのためにも全力で戦いたいと思います。これからもよろしく。